あったか湯河原、味めぐり。湯河原町商工会が企画したあったか湯河原味めぐりは、町を彩る湯河原町自慢の飲食店を発見するイベントなんです。湯河原町にこんなお店があったかのあったか湯河原。湯河原自慢の温泉にゆっくり浸かる旅がてら、飲食も堪能してほしいのです。温泉もあったか湯河原、そして湯治場として古くから多くの人をお出迎えしおもてなししてきた湯河原町。湯河原町の人もあったか。そんなあったか湯河原味めぐりを企画運営している湯河原町商工会会長石倉さんに開催の思いを伺いました。湯河原温泉は温泉だけじゃないっていうことがありましたんで、そこで飲食ということでスポットを当ててみました。まあこの参加メンバーもいろいろありましたけど、本当にやる気のある方を探しまして、やっと軌道に乗るようになりました。湯河原全体の明るくなってくる。で、湯河原地区っていうのはまあ幅広い海から山もありますんで、湯河原全体を知ってもらいたいなっていうのが私のポイントだと思っております。あったか湯河原味めぐりは2014年10月1日から12月25日までおよそ3ヶ月にわたって開催されます。湯河原町ブランドとなる飲食店は15店舗。多彩なジャンル、そしてあったか湯河原味めぐりのために用意された自慢の一品が登場します。今回ご紹介する店舗はアットホームなステーキハウス、あいゆ。こちらが安全安心で上質なお肉をお値打ちに提供してくれるステーキハウス、あいゆです。家庭的なアットホームな形を大事にしているステーキハウスです。和牛をメインに鶏肉や豚肉等を扱っております。お昼はハンバーグが多いですね。夜はコースで食べる方が多いです。多いのはカップルの方、鉄板焼きなのでカウンターでお召し上げになる方多いですし、あとは団体様とかご家族様がメインになります。今はインターネットも普及しておりますので検索されて来られる方が多いですね。あったか湯河原味めぐり開催のための特別な一品は何ですか？松阪豚のロースステーキ、赤卵丼で今回はお出しいたします。豚肉はビタミン豊富でヘルシーですね。まさにブタミン。松阪豚ロースステーキ赤卵丼セット1000円。火加減が難しい松阪豚ですが柔らかく仕上がっています。牛肉の関係もあってうち独占で今入れてますので、他にないんじゃないでしょうか。山越さんという方が三元豚を改良して作った豚ですね。お米は自家精米、野菜は自家栽培、とことんこだわった一品、幻の松阪豚をぜひ湯河原で。これはですね、皆さん各店舗で、まあ、競い合うっていうのもありますけど、お互いを紹介し合いながら、お互いの店のいいところを皆さんが見出していければなと思っております。あったか湯河原味めぐりは湯河原に行かないと食べられない一品。えりすぐりの15店舗、皆さんに満足してもらい笑顔になってもらおうと気合入ってますね。あったか湯河原味めぐりに参加しているお店情報や地図が掲載されたパンフレットが湯河原町商工会湯河原駅前観光案内所などで無料配布されています。パンフレットにあるスタンプシート5店舗以上を巡るとオリジナルの湯河原グッズがゲットできます。あったか湯河原味めぐりは2014年10月1日から12月25日まで。 Facebook あったか湯河原ではお店の最新情報も掲載。皆さんにもあったか湯河原味めぐりで写真アップや感想など積極的に投稿していただきたいんです。湯河原町商工会ホームページでも情報を掲載、ぜひチェックしてくださいね。湯河原町を盛り上げようと15店舗が協力し合って皆さんのお越しをお待ちしています。次のお店は漬物が美味しい中村屋さんです。